大脱走は1963年公開のアメリカ映画。戦闘シーンのない集団脱走を描いた異色の戦争映画。監督はジョン・スタージェス。出演はスティーブ・マック・イーン、ジェームズ・ガーナー、チャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーン、リチャード・アッテン・ボロー、デビッド・マッカラムなど。百四十三年三月にチュニジア戦線で乗っていたスピット・ファイア機が、 ドイツのメッサー・シュミット機の機銃装車を受け、パラシュートで脱出した後に、ドイツ軍の捕虜となった、ポールブリックヒルが、送られた、捕虜収容所で体験した、脱走計画の詳細を、戦後に一冊の本、ザグレート・エスケープにまとめて出版した。これを読んだジョン・スタージェス監督がすぐに映画化権を、買い取り、自ら制作者も兼ねて作られたのが、映画、大脱走である。 制作、監督のジョン・スタージェスは、この当時、王、OK、家牧場のケツと、老人と、海、荒野の七人をとって、最も充実していた頃でこの映画が彼の代表作となった。主演には当時テレビ、拳銃無宿で活躍して、荒野の七人から映画スターとして、頭角を表していたスティーブ・マック・イーン。同じくテレビ、マーベリックで活躍していたジェームズ・ガーナーを起用して、 これに同じくテレビ界出身で、荒野の7人にも出演したチャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーン、そして、映画、戦場にかける橋のジェームズ・ドナルド、英国俳優で後に、映画監督として活躍したリチャード・アッテンボローなど、デビッド・マッカラムはこの映画の出演時はまだ、無名であった。ジョン・スタージェスが好んで描いた、何があってもへこたれない、不屈の男たちのドラマであり、また、 戦争映画のジャンルで脱走を描いた映画としては、他に、第17捕虜収容所、木馬、脱走特急などがあるが、脱走物としてこの映画は最高作品として評価されている。第36回アカデミー賞の編集賞にノミネートされた。音楽は、エルマー・バー・アニスタインで、彼が作曲した、大脱走マーチは、 当時ミッチ・ミラー合唱団が歌ってヒットし、また初公開時に、スティーブ・マック・イーンが、ドイツ軍から奪い取ったバイクで草原を失踪する、シーンが、その爽快さと共に話題となり、この映画の代表的なシーンとしてその後長く、記憶されている。第二次大戦下のドイツ。朝もやの中で一軍の軍用トラックが道路を、失踪し、ストラグ、ルフトボク捕虜収容所に到着した。 この新設の捕虜収容所に、英軍中心の連合軍捕虜が送られてきたのだが、これらの捕虜の中に脱走上周犯が多数、含まれていた。ドイツ軍は、絶え間なく発生する脱走に手を焼き、上周犯を集めて、脱走が、極めて難しい収容所を作っていた。鉄条網には近づけず、監視しやすいようにだだっぴろく、唯一隠れられそうな森までは100メートルはありそうで、 新人の所長をはじめ、エリスグリの兵隊が監視に当たっていた。捕虜を運ぶ一軍のトラックが、収容所に到着して、直後に、フォンルーガー所長は、連合軍捕虜の専任将校ラムゼー大佐に対して、この収容所から脱出することは、不可能だ。無駄な悪あがきはやめて、おとなしくせよと述べると、大佐は、脱走して、敵軍を混乱させるのは、 将兵の義務であるとして所長に迎合せず、屈しなかった。収容された男たちは、何回も脱走を繰り返してきた札付きの教者たちで、初日から、収容所外に作業へ行く、ロシア人捕虜に紛れて、脱走を試みる連中であったが、さすがに、監視庁シュトラハビッツに軽くあしらわれてしまう。アメリカ兵のバージルヒルツは、 監視台と監視台との間の鉄条網に盲点があることを見抜き、グローブとボールを持ってきて、さりげなくボールを鉄条網の傍らに投げ入れて、立ち入り禁止区域に入ったが見つかり、機銃操作を受けたが助かった。その大胆不敵な振る舞いから早速所長に目をつけられて独房に放り込まれる始末で、その場で所長を侮辱したアイブスも独房入りとなった。そのような中、 数時間後、ロジャー・バートレットが、ケシュタポに連れられて収容所に到着する。彼は、ビッグベックスと呼ばれる、集団脱走の計画立案、実行のリーダーで、筋金入りの男だった。到着したその日の夜、ロジャーは、馴染みのあるメンバーを集めて、空前の脱走計画を説明する。今回新しい収容所に来た捕虜の中にはロジャーが、 驚くほど各種のスペシャリストが揃っており、3本のトンネルを掘って250名もの捕虜を脱走させるという彼の大脱走計画に一度は驚くが、皆の意志は一致した。このメンバーに義勇兵として英空軍に参加していたアメリカ人のアンソニー・ヘンドリーも加わり、物資調達係として調達屋の才能を発揮する。道具もなく24時間監視されている中、彼らは 盗んだり隠したり測りながら作業を進め工夫と知恵と技術を駆使していく。オーストラリア人のセジウィックは機械の製造屋としてトンネルに空気を送り込む不意ゴなどの装置を器用に作るなどを活躍し脱走者の服装を多数に何種類も揃える仕立て屋もおれば 写真入りの身分証明書などの偽物を作る偽造や各トンネルのスタート位置から目標とする森までの距離を測りトンネル内でどれくらいの距離を掘ったかも測る計測や掘った土をカムフラージュする分散や警備の裏を書くための偽装と緊急情報を発信する警備屋がいて非常に訓練され組織だった行動を示していく三本のトンネルを掘るのはダニーとウィリーでダニーは 暖炉の下をめくって、最初に穴を開ける、作業の時に17という数字を書き入れた。自分が掘る17番が目の脱走用トンネルであった。これは3本のトンネルのうちのトムであり、他に下水の排水解消の底から穴を掘った、ハリー、そしてもう一つがディックという名称をトンネル名にした。統率の取れた。 脱走計画が進む中、一匹狼のヒルツは、独房で親しくなった、アーチボルト・アイブズと、モグラのように掘り進める形で、再度単独脱走を試みるが失敗し、アイブスと共に、再び独房入りとなった。アイブズは、精神的に追い詰められていった。ロジャーの計画は、順調だったが、遺憾船収容所内では脱走後の逃走経路が、わからない。ロジャーは、 さらなる単独脱走計画を持つヒルツに、一旦脱走して、捕虜収容所の外部の情報を掴んで、再度捕虜になるという無茶な要望をするが、当然ヒルツは断った。そしてヒルツが何人脱走させるのかと尋ね250人と、聞いて飛び上がるように驚き、国中のドイツ兵が血眼になると敵側の過剰反応を警告した。 しかし脱走に向けての作業は進められていった。トンネル掘りでは、トムが最も進み、途中からロジャーは、他のトンネルを中断して、トム一本に絞って掘り進められた。やがてトンネルの完成も間近な中、7月4日のアメリカ独立記念日を迎えると、ヒルツ、ヘンドリー、ゴフの3人のアメリカ人は収容所内を更新し、こっそり発行。 上流したいも上中を皆に振る舞って、一時のお祭りを演出する。だが、お祭り騒ぎの最中に、収容者が屋外へ出て無人になった宿舎を、シュトラファビッツの部下が見回りして、床にこぼれたお湯の流れから、偶然、トムが発見されてしまう。皆が呆然自失となった時に、失意のアイブスは、正気を失い、立ち入り禁止区域に入って、 フェンスをよじ登っていくところを、監視台から撃たれて殺される。ロジャーは中断していた、別のトンネル、ハリーの作業再開を命じ、アイブスの死を目の前で見せつけられたヒルツは、ロジャーに申し出て、ただ一人脱走する。目的は、逃げることではなかった。数日後にヒルツは、わざと捕まって収容所に戻り、三旅独房に入るが、その間に、 不眠不休の作業の結果、トンネル、ハリーが目標に到達して、脱走計画が具体化した。そして脱走結構の当日に、独房からヒルツが戻り、ロジャーたちは重要な外部情報を手に入れることができた。しかしその当日の夜、脱走を結構するため戦闘を切って、トンネルを通り、地上を覗いたヒルツは驚愕する。 収容所から近くの森までの距離をおおよそ100メートルと計算していたが、上がってみると、トンネルは予定された森まで届いておらず、出口が通じたのは、監視兵に見つかりやすい草地の真ん中であった。ここでヒルツの発案でロープを森の中に通して、トンネル内につなぎ、ロープで合図を送って、トンネルを抜け出るタイミングを伝えるやり方で、 収容所内をパトロールするドイツ兵の目を誤魔化しつつ、彼らは、なんとか、次々に脱走していった。だが76人目の測量やカベンディッシュがトンネルを、抜け出たところでつまずいて倒れ、その物音を、ドイツ兵の保証が聞きつけ、近づいてきて、周囲を監視したため、脱出行動を一時停止して、じっと様子を伺うこととした。しかし、一向に、地上へ出て、 吉野ロープの合図が来ないことに痺れを切らした77人目のグリフィスがトンネルを抜け出て地上に出たところで保証に発見されて脱走が発覚する。翌朝、ルーガー所長は脱走者が76名に達したとの報告を受けて愕然とする。その表情をラムゼー大佐は誇らしげに見るのであった。収容所の脱走に成功した捕虜たちは、 様々な手段で逃走を続けていった。ロジャーとマック、エリック、ヘンドリーとコリンらは列車で、ウィリーとダニーはボートで、セジュイックは自転車で、そしてヒルツはバイクで。ヘンドリーとコリンは列車にゲスシュタポと、制服警官が乗ってきたので走っている列車のデッキから飛び降りて、その後ドイツ空軍の飛行場から練習機を盗み出して空へ飛び立った。ロジャーとマックは、 フランス人を装い列車内の検問は、無事に切り抜けたが、到着駅での検問で、ケシュタポのクーンが二人に気づいた。それを近くから見ていたエリックが、とっさに、クーンに組みつき、彼が拳銃を取り出したところで、自身の胸に当てて、引き金を引かせて死亡させて、自らは検問の親衛隊員に射殺された。エリックは捨て身になってロジャーとマックを助けたのだった。 セジウィックは自転車から止まっていた貨物列車に乗り移りフランスへ向かった。ウイリーとダニーは川辺にあったボートに乗ってオールをひたすら漕いで海を目指した。ヒルツはドイツ陸軍の伝令が乗ったバイクを転覆させて制服を奪いバイクを失踪させた。しかし途中でドイツ軍に偽物だと気づかれ道路から野原を突っ切って逃げていった。しかし ドイツ国外を呼び、占領地域外に達する前に、脱走者たちは、国中に、配備されている追っ手に、次々に、逮捕されてしまう。練習機を盗んだヘンドリーとコリンは一路スイスを、目指したが途中で失速して墜落し、コリンは迫ってきたドイツ陸軍に撃たれて死亡し、ヘンドリーは捕まる。ロジャーとマックは再度検問を受けた際もフランス人を、装い。 無事通過できたと思った、一瞬の気の緩みから思わぬ言葉の罠にはまり、走って逃げたが捕まってしまう。そしてヒルツも、スイスとの国境線まで達したが必要な、ドイツ陸軍部隊に行く手を、次々と塞がれ、バイクで、鉄条網を越えようとしたところを銃撃されて、鉄条網に突っ込んでしまい、身動きも、ままならない中、投降した。一方、脱走捕虜のうち、 ケシュタっポの管理下に置かれた50名の将校は5層の途中で全員射殺されてしまう。その中にはリーダー、であった、ロジャーや、マックラも含まれていた。その秘宝は収容所で待つラムゼー大佐に、ルーガー所長から伝えられ、収容所の仲間全員に、ラムゼー大佐は50名の名前を読み上げた。ウイリーとダニーのボートはやがて港に着き、中立国の貨物船に乗った。 セジウィックはフランスでレジスタンスの助力を得て目的地のスペインへ国境を越えていった。脱走に成功したと思われる者はこの3名であった。悲しみに沈む収容所にまずヘンドリーら10名が戻り、ヘンドリーは50名が犠牲になったことを知ってラムゼー大佐にこれだけの犠牲を出してまで脱走を試みる価値があったのか疑問をぶつける。 それに対して、ラムゼー大佐は、味方によると答えた。そしてヒルツも連行されて戻ってきた。車から降りたヒルツは所長を解任されたルーガーに、俺たちのおかげで、前線行きかと聞くと、ルーガーは、君はまだ運が良いぞと、他の捕まった者たちの運命を伝え、皮肉な笑みの消えたヒルツに、ベルリンに先に行けるのはどうやら君の方だと、別れの言葉を述べた。 脱走に、また失敗したヒルツだが、ゴフからグローブとボールを受け取り、独房に向かった彼の反骨と闘志は消えることは、なかった。ポールブリックヒルの原作によれば、以下の通り。英国空軍英国空軍所属米国航空兵、50名は、逃走中に射殺されたとの理由で、フォンルーガー所長から、ラムゼ大佐に50名の名簿が渡される。 ほとんどは逮捕後に収容所へ戻される途中の5分間の休憩での処刑であるが列車終着駅でバートレットを発見したゲシュタポを妨害し射殺されたエリックの名もこの名簿にはあることから必ずしも5分間の休憩での処刑のみの犠牲者数ではない今日11名君の部下が帰ってくると射殺された50名の名簿と共に知らされた再収容される 生存捕虜の人数は11名。第一陣はヘンドリーを含む10名。第二陣はヒルズ1名。映像になっている脱走成功者は3名。トンネル用のダニーとウィリーはボートで海へ出て、貨物船に乗り込み、オーストラリア人のセジウィックは、フツレジスタンスの協力を得て、スペインへ。ちなみにポールブリックヒルの原作でも脱走成功者は、 ロッキー・ロックランド、ジェンス、マラー、ボブ・バンデア・ストックの3名であった。そしてそれ以外の脱走者がどうなったのかは、ラストシーンのヒルツが戻ってくる場面では明らかに、されていない。ただ殺されたのが50名であることはこの映画のラストで、この映画を50名に捧げるという字幕が、最後に出てくるので明確である。ヒルツが戻された時点ではそれは誰もわからない。 戦後になって、原作者のポールブリックヒルが調べて、17名が元の収容所に戻り、6名が他の収容所に移されたことになっているが映画では明らかにしていない。脱出に成功したのが3名であることも戦後に、ポールブリックヒルの調査で分かったことで、時系列でいけば、港で貨物船に乗船した2人とスペインに逃れた1人も、脱出成功はずっと後のことであったが、 映画ではヒルツが戻る前にそのシーンを挿入している。販売元がワーナーホームビデオであった DVD 版には日本語吹き替え音声が収録されていない。20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパンに変わってからも当初は日本語吹き替え音声がなかったが40周年記念特別編で初めて収録された。しかし、 3時間のフルバージョンではなく2時間半のバージョンが使われたために劇中の37分間は英語音声日本語字幕に切り替わる変則スタイルとなった。フジテレビ版のファーストオンエアの際は日本語吹き替え音声が3時間ノーカットで収録されたが DVD 化の際に使用許可が下りなかったためである。後に発売されたアルティメットエディション版では カットされた音声も含めてほとんど収録され、不適切な文言、冒頭のナレーションなど数箇所のわずかなカットに抑えた、ほぼ完全な状態に復元されている。それでも一部は日本語字幕となった。その後、2013年に発売された、ブルーレイ版には、2つのセリフを除いて、今までカットされていた、不適切な文言、冒頭のナレーションをすべて復元した最長の日本。 ご吹き替え音声が収録されている。映画で使う収容所のために作られた模型は実際の収容所と比べて小さく作られている。この模型は収容所近くの博物館に所蔵されている。トンネル、ハリーの地上出口は森まで達していない。映画で描かれる話のほとんどは架空であり、映画が作られたアメリカの観客に受けるよう、 そして有名俳優を起用しているため大きく話が客色されている。実際の脱獄ではアメリカ人捕虜の関わりは少ない。また映画の登場人物は実在の人物をもとにしているとはいえ複数の人物を一人として組み合わせていたりもしている。収容所にいた数人のアメリカ人将校はトンネルを掘る手伝いをしていたが脱走が行われる7ヶ月前に 別の収容所へ移動されてしまっている。アメリカ生まれのイギリス兵であるジョニー・ドッジを除き、脱走したのは、アメリカ兵を除くイギリス兵など連合国の兵士である。映画では、カナダ人捕虜について全く描かれていない。1800人の捕虜のうち、600人が脱走の準備に関わっていたが、そのうち150人ほどはカナダ人であった。カナダ空軍の飛行士で、 トンネルキングのあだ名で呼ばれていた実在のオーリー・フロディは映画の技術顧問として働いた。映画でラムゼーがルーガーに対し脱走を試みることは全捕虜の義務というセリフがあるがイギリス王の規則や国際条約などにこの義務は存在しない。映画でトンネル・トムの入り口はストーブの下、ハリーの入り口は洗面所の排水口と描かれている。実際には ディックの入り口が排水溝、ハリーの入り口がストーブの下、トムの入り口はストーブ煙突の横に醜い隅にあった。元捕虜の人々は未来の戦争における捕虜脱走で危険が起きないよう地図や書類、郵送物に隠して送られた道具、母国からの援助などについて詳しく描かないよう映画制作者に求め、制作者はそれに従っている。映画では 多くのドイツ人が脱走を喜んで手伝っていたことが描かれていない。映画で偽装屋がパスポートや電車の切符まで正確な複製品を作っていると描かれているが実際には何百キロメートルも離れたドイツ人から情報を得ていた。また、ハンナ月スだった何人かのドイツ人監守が脱走のため道具を与えたり手伝っていた。 正確な偽装品を作るため、目が疲れる、細かな作業が必要だったが、映画で、プライスのように失明した人は存在しない。映画では、理想的な天候の日に脱走をしているが、当時は、氷点下以下の環境でのトンネルを掘る作業が多く、地面には、雪が積もっていた。また、映画で描かれる飛行機やバイクでの脱走は、実際に存在しない。マック・イーンは、 自分のスタントを見せるためのバイクに乗る場面を求めた。最後のバイクに乗ってジャンプする画面は、スタントマンのバッド・イーキンズが言ったが、それ以外の場面はマック・イーンが、スタントなしで演じた。映画の中で、ヒルツが、ドイツ陸軍兵が乗ったオートバイを転倒させる、アシュリー・ピットが、ゲシュタポ将校のクーンを殺す、ヘンドリーが、軍用飛行場で補償を殴り混沌させる場面があるが、 実際は脱獄した捕虜によりドイツ人兵の死傷者は一人も出ていない。映画では、捕らえ集めた脱獄捕虜を乗せた三台のトラックが三方向に分かれ、そのうち一台は全員が野原に降ろされて機関銃で撃たれている。実際には一人か二人一組で撃たれて殺されている。また、脱獄捕虜の大部分は、ゲシュタポ症のピストルで撃たれて殺された。映画では、 無事に脱走に成功して母国に戻れた三人の捕虜をイギリス人、ポーランド人、オーストラリア人として描いている。実際には、ノルウェー人のイエンス、ミューラー、パー・ベルスランドとオランダ人のブラム・バンデルストックの三人である。2009年、脱獄から65年を記念して、スタラグルフト3に七人の元捕虜が集まり、映画を鑑賞した。彼らによると、 フェンスを乗り越えて撃たれたアイブスや実際にトンネルを掘る様子など映画前半の収容所生活の細かさの多くは本当だと感想を述べた。イギリスの作家ガイ・オルターズによると映画でマクドナルドがケシュタポ将校にサンキューと英語で答えて失敗した場面は歴史家は実際の出来事と受け入れるぐらい刷り込まれているとしている。この失敗をしたのは ビッグ X の実際の人物ロジャー・ブッシェルの相棒だったフランス兵のベルナルド・シャイドハウアーだったと指摘している。ウォルダーズはブッシェルが英語を話し、シャイドハウアーはフランス人ならばサンキューと返してしまったのはブッシェルである可能性が高いとし、サンキューは架空の話と考えるべきとしている。また、フランス人に対する抽象だともしている。 キネマ旬報ベスト1085回前詞1924から2011201ページ、ポールブリックヒル自身は、実際には脱走はしていない。その準備過程には関わっていたが途中で、閉所恐怖症にかかり、脱走には加わらなかった。前年の日本の映画雑誌で、スティーブ・マック・インの次回作の題名は、大いなる闘争と紹介され、1963年、 初頭の映画雑誌で、夏公開予定として紹介していた映画の題名は、偉大なる脱走であった。シネマの手帳250本の名作ガイド112、P クラシの手帳者発行、スタラグルフと第三捕虜収容所とも言われるが、史実では途中で、第三収容所内の新設の北収容所に移ったと、される。脱走したのはこの北収容所からであるが、 映画では収容署名は明らかではない。しかし初公開時のパンフレットのあらすじには、スタラグ、ルフトボク捕虜収容所と、明記されている。このビッグという名称のトンネルは、その後閉鎖されており、ダニーやウイリーが掘っている場面はこの映画では、一切描かれず、映画の中では出てこないトンネルである。ちょっとバイクに乗っていたと、米語で砕けて答えるヒルツに、 バイシュクルズとイギリス英語でアイブスは聞き返し、それに対してヒルツはモーターサイクルズとかしこまって言い直している。日本では馴染みがない種目なので大雑把にバイクレースと訳されているが、言語ではアメリカではポピュラーなフラットトラックレースに出場していたと喋っている。人数は映像で確認できる。またヘンドリー・機関ンのラムゼー大佐とのコリンはどうした やっぱりダメでした。との会話から、偽造やコリンの死は50名の中に入っていないとも解釈できる。権利元が37分カットした版しか持っておらず、ノーカット版は個人の所有物であったためで、2時間半のバージョンの音声が使用された。脱獄前夜のシーンのヘンドリーの、もうじゃないとダニーの、気が狂って、という二つのセリフがカットされている。これで初めて、 途中で、英語音声に切り替わることなく、日本語吹き替え音声のみで全編が鑑賞できるようになった。大脱走、大木民王の幻のナレーションが初ソフト化。吹き替えファン待望のブルーレイが発売へ、テレビ映画では、スターリングの字幕が出ることが多いが、映画の場合は、スターリングの字幕が出ることは少なく、いきなり俳優名が出て、次に、 インという文字の後に題名が出る。ウォルター、ティム、パウベースボールインワールドオーツ、マクファルランド、ピアニッシモ、2425、ISBN9780786411863、ISBN https、アーカイブ、org、ディテールズ、パウベースベリンは00ウォールとハットブリックヒル。ポール、ザグレートエスケープハットオーレン、ジェーン、ザトゥルースアバウトザグレートエスケープ。 エクスプレスユアセルフコモン。ノーザニアンデシェルメディア。2016年11月17日。閲覧。カナディアンズアンドザ・グレート・エスケープ。カナダ・アト・オー。2015年3月15日。閲覧。ABCDF ・ウォルターズ、ガイ・ザリアル・グレート・エスケープ。メインストリーム・パブリッシング。ISBN 9780593071908番スニーセン。 ピアニッシモ、116-118、ザグレートエスケープ、ヒーローズアンダーグラウンドドキュメンタリー。アベーラブルオンザグレートエスケープ DVD、スペシャルエディション、ブリセット、ピート、スティーブ・マック・イーン40サマーズはーモーターサイクル .com。2015年3月15日閲覧。バンス、P265 ハットリード、P244 アンドリューズ。 P187 から188、シュターロック・ラフト3、ザ・フィフティ。ペガサス・アーカイブ、2015年8月28日、閲覧。バンス、P289、ハリウッド・ドローポット・ノレディメン、ハリウッド・ドロップ・ド・ノルベー・ゲンズ。NRK、2015年3月15日、閲覧。ウォーレン、ジェーン、ザ・トゥルース・アバウト・ザ・グレート・エスケープ、エクスプレス・ユアセルフ・コモン。 ノーザン・アンデシェル・メディア2016年11月17日閲覧ありがとうございます。